ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。こんにちは、源太です。今回は何ですか？はい、今回はとておきの企画、ゆうりイケボ選手権です。ゆうりイケボ選手権、俺声かっこいいね。え、でも何も分かってないし、何やらされない、全然分かんない、マジで分かんない正直。ゆうり声かっこいいじゃないですか。まあ歌手だから、まあ歌手かっこいいよ。俺はそこにフォーカスした企画やってみようかな。それだったら伸びんじゃねえかなって期待してんのよ。俺の声にフォーカスするってこと、この後やるんでまだ早いですよ。でもその声を存分に味わえる企画です。 OKOK、 はい、こちらです。最近買ったやつ。最近買った、いい機械買いました。うん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 。こちらで、いい音で撮れるんで、これで何を喋るの俺は。ユーリに対して俺らが質問していくんで、アーティストユーリ、そしていい声で。なるほどね。今日は YouTuber じゃなくてアーティストとしてでいいんだ。アーティストとしてでいいんで。あ、オッケーオッケー。じゃあ何、いつもと同じ声のまんま答えたらいいってことでしょ。そう、それで、でも、まあ見れるもんにしてもらえればいいかな。全然、だってさ、YouTuber としての俺は、まあ、正直チャンネル登録者でも60万人で、これからもっともっと頑張っていこうって感じだけど、シンガーの方は割と結構記録作ったよ。確かにね、今頑張ってね、はい、ちょっとはさ、こう人が知ってくれてるじゃない。うん、俺アーティストユーリ出しちゃったら結構いくと思う。おお、まあいい感じで頼むよ。全然ボリュームじゃないけど、どうしたの。何今日そんな演技臭いの。何いきなり自分が考えた企画で台本自分の中で作ってるでしょ絶対。これひどくない？これイヤホン推奨です。あー、お願いします。来いよ。これでいい声で超クリアの、じゃあこっから来いって、何でも質問来いよ。いい声に進んで準備タイムです。 OK、 来いよ。はい、お待たせしました。 OK、 何でも質問して。はい、いつもと同じ声でいいんでしょ。違うけ。え、それ違うけ。違くないぜ。何でも来いよ。こいつ語尾ゼだって。あ、ちなみにこれイケボ選手権じゃないですか。イケてない回答が来たら、やり直しになるんで。笑わせんなよ。それだけ気をつけていたい。任せろって。来いよ。それでは参ります。おい。月刊ゲンナリがインタビュー。はい、はい、もちろん。よろしくお願いします。お願いします。それでは、普段メロディーが降ってくる瞬間っていつが多いんですか？俺はメロディーは振ってこなくてさ、毎日毎日ギターを弾きながら口ずさむんだよね。普通に C コードを鳴らして浮かんでくるメロディー、ただそれをボイスメモに入れて曲を作っていくっていう感じかな。ありがとうございます。 C コードが好きということで。C は好き。コードの中でも C がすごく、背筋がシャンとするよね。やはり回答も素敵ですね、シャンと。まあね、笑わないでくれる。日々コードを書き鳴らしてメロディーを作っているということですか。今言いましたよね。そちらです。ユーリチャンネルをやっている中でどこの時間でやっているんでしょうか。あ、ユーリチャンネルをこんなにやってるのにいつ曲を作ってるんだっていう話かい。まとめてありがとう。人間誰しも持ってる時間同じだと思うんだよね。24時間っていう1日は誰しも平等に持ってるわけじゃん。でもなんかだからこそどっかの時間を削って、やっぱり自分のやらなきゃいけないことはやらなきゃいけないと思う。だから俺は音楽で人を幸せにしたいから、俺はゲームがしたい、お菓子が食べたい、いろんなことがしたい。でもやっぱその時間を削ってでもいろんな人に幸せを届けたいから、俺はいつだって音楽を作ってる。そういうことになるかな。ゲームを諦めて音楽してくれ。なんか質問が意地悪だね。でもまあそういうことになるかな。ゲームはやりすぎは良くないよね。やっぱり目に悪いし、ブルーライトカットメガネを使ってるけども、やっぱりブルーライトってのは怖いから、そうだね、そういう時間を削って曲を作ってるから。ちょっと話が飛んでしまうんですけど、全然いいぜ。もし、パンダが生まれた時に名前の公募が来た時、ユーリさんはどんな名前をつけてあげますか。大喜利みたいになってきたね。そうだね、俺だったらただ単に作るってよりもつけるってよりも俺はパンダの曲を書きたいから。その時は俺は生まれてくるものすべてにやっぱりメッセージを込めたいし、メロディーを乗せたい。
リラックスする瞬間とかってあるんですか？リラックスする瞬間、そうだね、最近リラックスした時は、俺トカゲ飼ってんだけどさ、トカゲの尻尾の匂いを嗅いだ時はすごくリラックスしてたかもしれない。なんとも言えない爬虫類の匂いがクーンと鼻の奥を刺してさ、その匂いがすいません、はい、これいけてないですやり直しです。どうしてリラックスできる瞬間は知るかよてまえみその質問なのですが、ああ一番かっこいいと思う言葉言ってもらっていいですか？刹那テロップで出してくれよ。刹那。続きまして、かわいいと思う言葉を教えて。ピカチュウ。かわいくない？どうかな、この声だからかっこよく聞こえちゃったかな、ごめんよ。いつまで続くんだい？いや、もうまだ最後じゃないです。あの、ゆりちゃんに50万人登録者。60だぜ。今60ですか？はい。60万人のファンの皆さんのメッセージをお願いします。この企画見て、チャンネル登録外さないでくれるな。イケボリ頼ませてくれ、みんなに。チャンネル登録グッドは、お忘れなく。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 じゃあ最後もう一回。うん。イケボで、皆さんに挨拶して終わりましょう。好きだぜ。これからも見てくれよな。また明日。終わりしてくれやめろ。はい、こちら、情報局、有限でございます。質問してもいいですか？はい、よろしくお願いします。そなたが入ってるそなたが入ってるゆうチャンネルというのありますよね。はい。そちらのリーダー、ゆうりさんの好きなところを教えてもらってもいいですか？困っちゃうな、たくさんあるから、ちょっと考えてもいいですか？うやん。ゆうり氏のかっこいいところ、あ、違う。なんか引っ張るんじゃない？キモい俺の喋り方が引っ張られてる。ゆうりくんのいいところ、やっぱり声がでかいところかな。ふざけんなよ。ビッグボイス。最近のさ、はい、あの、あなた純と住んでるじゃないですか。はい、ね、俺と玄太にはこちら有限には純は何の情報も教えてくれなくて、はい、純って最近なんか色濃いみたいな話はあるんですか？ありますよ。え、何？マジ？本当なの？はい、貴重情報。マジ貴重ですね。まあ、ある女性と一度デートに行ってまして、マジかなり彼の中では1回目交換所だったらしいです。そして2回目のドライブデートというのを開催予定だったんですがまさかの女性にブッチされた。もう部屋から出てこないです気まずい、めちゃくちゃ気まずい一緒にコンビニ行くときに聞いた。最後、純くんに励ましの言葉をお願いします。きっと今すごく辛くて寂しいと思うけど、家に帰ってそばにいるのは俺だぜ。一緒に寝起きをよろしく。ズッテツ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 。チャンネル登録お願いします。